が。響き渡ってますね、うん、さて始まりました、ゆききふてんば進化チューン島唄です。はい、民謡ファンの皆様お待たせいたしました。今日も一緒に沖縄民謡を聴きながら楽しくゆきゆきとゆんたくさびら、ふてんばの民謡好き進化が FM 宜野湾のリスナーの皆様と一緒にお届けする1時間です。パーソナリティはキッチン花笠大城ゆきのりと FM 宜野湾田辺ゆきです。なんと今日は、うん、海からです、はい、地元トロピカルビーチからお届けいたしております。はい、ております。ビーチに遊びに来ていらっしゃる方、うん、この今聞こえている音はトロピカルビーチの売店の中から喋っております。はい、こちらです。誰か気づいて、誰も見てない気づいてくれた、ありがとうございますもう今日 もう本当にもう海日和ですね、うん、海日和、平日でも結構いるんだね。平日の昼間ですけどね、うんうん、真っ白の砂に、うん、もう本当に綺麗な海の色ですね。今日もグラデーション、エメラルドグリーンから深い青までね、うん、綺麗な海です。あ、手振ってくれてる、ありがとうございます。どうですか、海で放送。大城さん初めてでしょ。ね、初めてね。はい、私もこの時間は初めてです。いつもねこの FM 宜野湾は、うん、こちらのトロピカルビーチから5時から放送してるんですけどね、はい、おうおう、その時間帯とまた違った雰囲気ですね、はい、こちらからやってます。 ありがとうございます。わー、なんかいっぱい気づいてくださっていいな、昼から酒飲んでね。さっきもちょっとビールの匂いしてましたね、いいなーと思ってね、あとあの海の方にはもう、うん、あの赤と白のパラソルを立ててね、おうおう、もう焼けた人がちょっとね、うん、ゆったりしてますね。してますね。泳いでる人はどうですか。泳いでるともうちらほらいますね、うん、いるいる、潮が満ちてるからね。満ちてますね、うんうん、はい、そんないい感じのトロピカルビーチからお送りします。はい、どうなんでしょうね、私たちあんまり海が似合わない気もしますけどね。海来るけど砂浜まで降りないからね。基本沖縄の人、あ、ほらみんな陸にいるさあのバーベキューのところに、ね、の方が多いかもしれないですね。バーベキューもいいな今。いいっすね。ちゃんとあのトロピカルビーチはね、うん、屋根が綺麗に張ってあって、はい、その下にベンチとテーブルとあってね、うんうん、あのもうすぐバーベキューできるようになってますので、はいはい、楽しまれてますね。競争率高いわけ。またあ、そうですよね。平日は、うん、なんとか行けるかもしれないけど、週末はもうすごいですよね、うん、私も並んだことあります、予約するのに。本当1ヶ月前だっけ。1ヶ月前です。はい、ぜひ皆さんトロピカルビーチご利用ください。バーベキュ ー、うん、キュー。私そんな海来て海に入らないってありえないです、うん、あ、そう、はい、物心ついたら入らなくなるよねあ、そうですか。だんだん陸に上がっていって、ね、この綺麗、でもこんな綺麗な海がね、うん、珍しくないんでしょ。ない、ね、珍しくないんですよね。わ、これは贅沢だわ俺ちっちゃい頃こっちビーチなかったよ多分。ありましたよ。いや、なかったと思う。これじゃ最近のビーチですか。そうそうそう宜野湾高校の方が海だったよ。あ、埋め立て、そうそうそう、どんな最近ですかいや、だったはずよ。私でもね、二十何年前覚えてるんですけど、ビーチありましたよ、うん、いくつだ年は年はいいんですあの、ツイキャス来てますね、ありがとうございます、はい。あのこの番組ね、ツイキャス、ユーストリームでも放送しております。そして聞き方ね、普通のラジオとサイマル放送もやっております。リスンラジオで聞くことができます。全く同じものをスマホとかでね聞くことができます。リスンラジオで検索してみてください、はい、ツイキャス誰か来てますね。俺 Mac を使いこなしてないんで。あ、なるほどじゃあこれ1変えましょうか。恋するかっちゃん来てます、ありがとうございます。あ、ゆきゆきこんちーす、こんちーす、あざーす遠い。あ、ちょっ
っといつも海のね配置がスタジオの配置がちょっと今手が届かなくて、はい、あルドロフさん、はいせこんにちは、ゆきさん、ゆきさん今日も楽しく溶けないで暑さで、ここはでもね売店の中涼しいですよ、うん、皆さんも外が暑くて大変だったら一回売店何か買いに来たらね涼みがてらそうだねいいですよ、うんうん、だあの泳いですぐ来た人とか濡れてるじゃないですか、うんうん、こっち入ったら寒って言いますもん、入っていいんだよね、あいいですよ、うんうん、いいですよ、いろいろあの冷たいものとかもアイスとかぜんざいとかも売ってますからね、うん、ぜひご利用くださいね、はい、恋するかっちゃん今日で学校終わりやんって来てます、もう終業式今日終わったんじゃないですか、終わってすぐぐらいでしょ、うん、今日、うんうんうん、夏休みですね、はい、間の夏休みが、いや子供たちは楽しみでしょ、うん、ね、はい、ルドルフさんサングラスいいですね、宇宙人みたいなこの宇宙人の何これ久々に見たなちゃんと宇宙人のアイコンまで久々に見ましたね、はい、はい、三振やりますよ今日はね、うん、今日もやりますよ、はい、海の声歌って海の声でも海の歌歌えますよね今日ね、うん、海の声は歌わないです、はい、去年の海の日にここで海の声歌ったんですけどね、うんうん、ああそう、はいはい、うんうん、海の日だったけど何かやりました、いや何したもう海がね別に特別じゃないですもんね、沖縄はね大塚10分ぐらいだからねはい、じゃあまあそういうね、うん、近所の海から、はい、お送りします、特別感がゼロ、はい、で今日のプログラムをまず紹介しましょう、はい、まずは生演奏さあユンターショーラー、そして生電話リク、あ今日はね毎週ここで生電話リクエスト受付コーナー中リクエストってやってるんですけど、うん、今日スタジオが違いましてちょっと電話は受けられないんです、はい、今日はね、はい、こちらで用意した曲をおかけします、何かある方はメールをぜひ送ってください、はい、メールアドレスは797@fmgino1.com です、で最後はお遊びコーナー、今日はヌンクイ採点をやります、はい、ちょっと海に来てる人に役立つ情報があるかな、うん、という感じです、はい、はい、そして裏コーナーも、はい、やっちゃう久しぶりにやります、はい、3862のシティ、今のあなたの気持ちを流歌すなわち8文字を連ねていき最後は6文字で終わる形式の歌を読んでお送りください、はい、ゆきゆきがお読み出します、すられの後に続けて歌ってほしい歌のご指示も合わせてお送りください、流歌のリズムに楽しもうというコーナーです、ぜひご参加ください、はい、では宛先をもう一度797@fmgino1.com です、ツイキャスも気軽に fmgino1 で探してみてくださいね、はい、おはがき、今日はあの、はいはい、ファックスは届いても、うん、スタジオがちょっと遠くて今日はファックス受け付けてません、はい、はい、おはがきは、はい、おはがき郵便番号 901-2222、はい、沖縄県宜野湾市喜友名1039 G タウンビル2階 FM 宜野湾チューンしまうた係、メッセージリクエスト、番組へのご感想をお待ちしております、はい、それでは最初のコーナーに参りましょう、最初のコーナーのジングル持ってくるの忘れたので歌います、はい、さあユンターショーラーヒーハーヒー、はい、生演奏コーナーです、締まりがないですけどではでは今日は海なので海関係の歌を、海の声流行ってるけどこの歌は200年前ぐらいに流行ってた歌かな、そんな前ですか、そんな前じゃないかな200年、どうでしょうね、まあ昔流行ってた歌ですね、はい、海のチンボーラー歌いたいと思います、うん、はい、これは海の浜にいる貝とかですか、チンボーラーは、ね、そうですね、チンボーラー貝の名前ですね、でこの浜歩くと、うん、あの貝がこう、とんがってて、うんうん、歩くと足がこう痛いねみたいな、うん、で、2番は海のこの海藻はこうあんな綺麗になびくんだけど私はあの好きな人になびきます、うん、そんな風に続いていきますよ、はい、だんだん下に下ネタになっていくという、そうなんですよね解説はここまで、はい、では次は OK ですかね、はい、これはこうしてこの辺で、ではいきましょう
かなうやいにたきはいさのさきざきにあぶなさやしたくのわさやそなりまりさうちよのまんなかじさじさじさいしまのへい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 しております。はい。どうですか？海で歌いましたね。やっぱね、酒飲みてえな。ええ天気だな。海行こう酒みたいな、ね。ありますね。ね。しかもビールじゃない。青森で。え、ビールじゃないんですか？ビールじゃない。うん、こんな場所でも、うん、こんなに暑いところでも、うん、キンキン の, あの氷と水と冷やして、はい、で青森。うん、あ、そうなんですね。ビール苦いさ。それ人によるから。シュワシュワしていいのに。そう、ビールよりコーラが美味しい。ああ、コーラ大好きですよね。うちなんちね。コーラだよ。コーラね。いや、青森なんだ。そうそうそう。ツイキャス来てますね。はい。野の中の銀のホタルさん。386難しいよ。
ヤドカリ。ヤドカリ。ヤドカリは海のチンボーラのことですかね。ねえ、アーマンゴはなんていうの、ヤドカリ。わからないです、うちの口で。なんていうんですかね。あと、はい、あとは誠アルカキさん。はい。あ、久しぶりじゃない。久しぶりだね。はい、ありがとうございます。久米島にも海のチンボーラー響き渡りましたよ。ありがとうございます。そうですね、だからラジオは別にね、どこで響き渡ってるか、そもそもね見えないだけで響き渡ってるんですよ ね。今日はたまたまこのトロピカルビーチ目に見えるんですけどね、はい、聞こえてるのが。よろしくお願いします。それではあの今日はね、リクエスト今からあのコーナーなんですけど、はい、こちらでも用意したのをかけたいと思います。浜の前なので、うん、メール浜。なんか普段から民謡かけてほしい、うん、ビーチで。そうだね。ラジオで大人気な人っているよ。ビーチでやってるから、ビーチの名前さ、トロピカル。トロピカルビーチラジオ。何してるんだろう、遊んでるのかな。出ないかも。お知り合い、あの番組やってる人。あ、本当。それだけかい。何の番組に水曜の朝の、誰か踊ってほしいわ。踊る？名の浜。こっちで。こんなのさ。ん？どんな、何のさ。なんか男踊り、こんなキリッとして、なんかぬぶいくずちみたいな。あー、あれ善意ですよね。あれ大丈夫だ。いや、センスだったと思います。シースターズで目の浜をお届けしました、はい、いやもう一気にこのトロピカルビーチが琉球の浜って感じに見えました、うん、ね、一気にみんな踊り出すかなと思ったら誰も目の浜踊らん。目の浜、この目の前で今踊ってほしかった。めっちゃ誰かいないですか。我こそはって人。最高これ、見たいわ。
みたいで、この浜を前に、この綺麗な海を前にね、うん、怖いよね、だけど、え、突然現れてるのかも。大丈夫、全然大丈夫です。マジで笑って喋れなくなるんですよ。誰か笑わせてください。お送りしております、チューン島唄です。はい、ではここで、うん、あのリクエストコーナーなんですけども、いつもは、はい、うん、裏コーナー8886コーナーいきたいと思います。はい、久しぶりすぎてこのジングルどこまで続くか分からない。あの8886コーナーです。おし、久しぶりやん。久しぶりですね、うん、いやでもいいわ、海にこういうの、うん、合うでしょ。つられが何が、あ、待って、フライングしてしまった。はい、じゃあやります。はい、ちょっと待ってくださいよ。こういう感じでちょっと説明してください。どういう感じ？説明？あ、だからこのコーナーの説明をしてください。ああ、もう龍華ですね。8886に乗せて、はい、釣られるって意味だよね。釣られっていうのは、はい、で歌につながると。はい、その最初の部分と歌につながっていくのをやってみたいと思います。はい、では民謡に限らないんです、うん、何でもいいので、やります。はい、海に抱かれて男ならば、入ってる？わからないですよね。海に抱かれて男ならば、たとえ破れても燃える夢をもと、たとえ一人でも星を読みながら波の上を行こう。下手すぎる。この歌はいい。やったら歌う時期があった。じゃあ後から喋ってください。このサビ終わったら上げますマイク。加山雄三さん、海その愛でした。ぴったりじゃないか。ぴったり通り越してベタすぎないですか。俺モニターがないからさっぱりわからないんだから。これ今響き渡ってるんですよ。響き渡ってますか。はい、いい歌ですよね。いいね、加山雄三。これね、この音源はあの弾き語りです。ピアノ弾いてるのも加山雄三さん、うん、あ、そうなの。すごくないですか、うん、めっちゃかっこいいですよね。何歳になるの。あー、わかんないですけど、おとしめされてるよね。ねえ、どうですかこの歌、うん、もう酔ったら歌ってたよ。スナックのカウンターで歌いたくなりますよね、うん、昨日も私車で歌ってました。夜ドライブしながら窓開けて。いいよね。いいですよね、加山雄三さん。皆さん歌ってくださいもう。なんか特集とかやらない。今日は加山雄三特集とかやるんですか。チューン島唄です。島全然島唄じゃないと思うんですけど。石原裕次郎とか。
ああ、いいですね。月1ぐらいね。はいはいはい。あ、まあ、月1回ぐらいならね。うん、あの皆さん、多分素の方がリクエスト送りやすいかも。幅広げた方が。沖縄民謡って言うとね、限られてるんで。はい。はい、また参加してください。886コーナーでした。はい、一曲をお届けします。木名翔英さんで白浜節。こういうの海だからいらない。この今ピヨピヨ言ってるのどっから始まる。お願いお願い、5はいいから。あ、どっから始まるの。あ、始まった。海の中、千鳥とか鳴いてる効果音が入ってる。これ海だから全然必要ないと思う。あ、白馬のガースケさん、海なんです今。こんにちは。木名翔英っつってるのに女の声だし。先週もうお願いします。もう誰や、言えたら。白浜節もさ、替え歌から先生に教えられて、本家は後で知ったけど。危ないですね。なんかでもなんか最初に聞いたやつって覚えるじゃないですか。でなんかつい歌ってしまいそうですね。ワンヤ中の街、一般ホステスやし、人家にのゆいに紳士いない判事。自由、サビなんて自由。あ、やっと気なしを。イルカ食いたい。あ、イルカってなんて言うんでしたっけ。これイルカですよね。ヒート。ヒート。ヒートの味噌煮と刺身うまいよ。食べたことない。あ、ヒートって言うんですよ、沖縄で。トロピカルビーチ鳴り響くラジオ曲に合わせて踊る人うらん。二人の思いは儚く消え。ちょっとハッピーエンドで終わらせてほしいんですけど。寂しいな。あの、うん、の目の玉にフィート遠いか。え？あの、うん、の目の玉にフィート遠い。寿司未来主義よ。何のメロディー？ラクの目。何の、あ。食感から見た目じゃなくて。チルママならん。宇宙ママならん。先ちじゃっかなや。白浜節でした。一旦 CM です。
食べたことありますよ。うん、あー、なんかあまりって聞いたけどな。聞いたのに、お耳が食べたことないと思う。え？え？お弁当とかに入ってない？弁当？違う。え、なに？耳が？耳が。耳が。弁当とかに入ってない？入ってる？入ってるの。ないか。沖縄料理屋ぐらいか。渡辺流星さん、初です。こんにちは。トロピカルビーチから民謡を流しています。どこから聞いてもらってますかね。機材がすごいですね。ありがとうございます。ジュン島歌をお送りしております。はい、いや海だけどなんとかできてますね、うん、いつもとねスタジオが違うんでどうなるかなと思いつつやってるんですけど、いや海に民謡いいですね。いいねツイキャス来てますけどね、野の中のピンのホタルさんが386、はい、一応読みますよ、はい、トロピカルビーチ鳴り響くラジオ、曲に合わせて踊る人うらん、ここまでにしとこうあとはなんか寂しいから寂しくなるね、はい、いろいろ来てますね、はい、白馬のガースケさん、はい、もうイルカ推し、イルカ食べたい、イルカ食べたい、食べたことない、ないな、フィートゥー、フィートゥーだね、フィートゥーって言いますよね、うん、名古屋だよね、フィートゥー、あー、名古屋の方で食べるみたいですよね、なんか、うん、コリコリして美味しいって、耳、耳が食べたことない、あ、豚の耳がも食べたことない、うん、びっくりです。沖縄の人はあえて食べない、食べたことないあ、そっか、自分があんまり好みじゃないってことか、そうそうそう、で、どんどん来てますか、渡辺流星さん、あ、はい、初見です、機材が、初めまして、機材がすごいです、どの機材だ、機材もちょっとツイキャスには映ってますけどね、俺がモニターがないのも映ってるね、ちゃんとねヘッドホンが1個っていう、いや、あんまりすごくないと思いますそう、何が起きてるか分からないわけよ、あ、白馬のガースケさん、風景が気になる、じゃあ後で曲の間にカメラの向き変えましょうね、ちょっと海向けてみましょうか、私たちはすごい綺麗な海を見てますけど、うんうん、ツイキャスの人たちには別に私たちが映ってるだけでね、はい、あんまりですよね、この映像ね、絵面あとずらしてみましょうかあ、洗濯、あ、はい、野中の銀のお母さん、耳がチキナ入り茶に入れて美味しいよ、うん、チキナのが好きじゃないんだよ、チキナってあの歯に挟まるやつですか、挟まるかなシマナ、シマナとか言うの、豆腐と和えるやつです、豆腐と和えるやつ、美味しいですよ、苦くない、あ、この苦味がいい、うん、はい、ではうん、コーナーに、お遊びコーナー後半のね、はい、いきたいと思います。何だっけ、あるのかなうん、なんか喋ってください、はい、今ジングルを探しておりますで、今日何のコーナーなの、結局ヌンクイ祭典です、ヌンクイ祭典、最近やらなかった、あのヌンクイ祭典は月に2回回ってきます、あ、最初と最後か、もう見つからないから口で言いましょうね、ムーンクイ祭典、てんてけてんてんてけてんみたいな感じだったよね、イエイエイ、では今日はですね、うん、もう短くポンポンポンといきますね、はい、はい、ではでは
みんなで、まず1個目、みんなで楽しむ水上のリラックスルーム、あ、まずこのコーナーの趣旨は、はい、世間の物事を勝手にピックアップしてゆきゆきが独断と偏見で採点するコーナーです。はい、はい、じゃあ1個目、はい、みんなで楽しむ水上のリラックスルーム、うん、あのね、なんか大きい浮き輪みたいなもんなんですけど、はい、めっちゃ大きくて、うん、サイズは389cm×274cm、うん、でなんかソファーみたいな、端っこはソファーみたいになってて、はい、6人まで乗れるんですよ、うん、で真ん中にはクーラーバッグが取り付けてきて、うん、で屋根もちょっと部分的についてるから、それを海に浮かべたら、うん、海の上がちょっとなんかリビングみたいな、うんうんうん、クーラーボックスも置けるとあるから、冷たい飲み物を飲みながらワイワイ 6人まで楽しめるってやつです。100点これいいね。6名540キロまで耐えられるって。おいいわ。ここそんなに大きいの浮かべていいんですか ね、 それそういう規則とかあるのかな。ビーチによってあるかもしれないよ ね、 ね、うん、多分ここは大丈夫。あれな、飲み物とか飲んでいいの、海に入って。あ、そっか、そうだろう、それもあるよね、じゃあ次、うん、PV 鍵が、あの海に来たら、あの、うん、ちょっとね、貴重品とかどうしようってなるじゃないですか、うんうんうん、全員泳ぎに行ったら誰か見張りがいるとか、はい、でもね、ちょっと見張りも面白くないし、うん、で、鍵を持ち歩くときに海に落としたら大変じゃないですか、はいはい、その時にキーホルダーみたいな形で、本当にサイズもキーホルダーなんですけど、うん、そこに海に落ちてしまっても、うん、そこに着いたら V が発射されて浮き上がるってやつそのままだね、キー V、キーブエ、そう、これどうですかね。なんかあったよね。あ、知ってます？水没すると、うん、膨張式のエアフロートが自動的に膨らみ、うん、水面に落下物を浮上させるキーホルダー。最初から腕輪とかあるじゃん、なんかサウナみたいな。あー、はーはーはー、落ちないようにね。そうそうそう。あー、そうだけど、うん、それもいいけどそれもいいけど、あの普通にキーホルダーにしか見えないので、うんうん、こう海以外でも持ち歩いてて、急に海に来ても、うん、いいみたいないいね。で、ね、フロートの全長は37センチになるんですけど、うん、しかも水面にこう浮上してきた時に目立つオレンジ色と、うん、80グラムまでのものに対応している。80グラム、80グラムってどんなだったっけ、大したまあまあ軽いよ、軽いそっかあ、じゃあもう鍵だけですね。沈まないんじゃない、もう物によるか。あ、まあまあこれダメ出しのコーナーではないからねで一回使い切りタイプ、うんうん、不用意に水に濡らすと、うん、浮力体が膨張します扱いづらいですね扱いづらいな頻繁に水がかかる場所での使用には向きません、うん、25点25点、はい、じゃあ次、デジタルカメラ付き水中マスク。マスク、うん、防水加工が施され水深10メートルまで使うことができるデジタルカメラ付き水中マスク、うん、マスクっていうかね、ゴーグル、そうそう、あのなゴーグル、ゴーグルのでっかいやつ、うん、潜るときにやるやつ、うんうん、なんて言うんですかね。10気圧差は単純に10メートルでしょ。はい、10メートル。一般の人がはなかなか10メートルしてまで行かないんじゃない。あ、でもダイビングする人行くんじゃないですか。ダイビング、うん、そう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 、うん、でファインダーはなく、ゴーグルについている印の間が撮影範囲になります、うんうんほうはい、水深10メートルまで水中撮影、動画、静止画が撮れるデジタルカメラです。お値段出てる。あ、ちょっと値段控えてないんですけど、299グラム。じゃあこれも泳いでる間ずっとあの
あれですね、ファインダー覗いてるみたいに印が出っ放しですよね、はいはい、もうずっと印固定だからね。はい、あ、カメラ今すいませんね、ちょっと酔うかな、カメラ調整中です、ツイキャスのね、はい、はい、このデジタルカメラ付き水中マスクはどうでしょう、大丈夫か、いけたか、はいはい、なんだっけ聞いてない、100点で聞いて思い出しました、ちゃんとデジタルカメラ付き水中カメラですよ、はい、うん、ずっと映ってるんでしょ、ずっと映せますよ、素晴らしいじゃないですか、素晴らしいですよね、うん、まあ、ちょっと鬱陶しいかもしれないです、視界がねそうだね、いつもあ、ファインダーを覗いてる状態なんだ、そうそう、ずっと上にあるとかではなく、はい、もう目の前がずっとファインダーがもう目の前にある。これたま、例えば電池切れたりしたら真っ暗とかになるんじゃない、あ、いやいやいや、それはないです、ない、はいはい、じゃあ100点で100点死んだ目めちゃくちゃなかったね、いいよと思ったのか野の中の金のホタルさんが採点してますね、はい、ん、65点と70点と28点って読まないですよね、逆ですよね、28点ともうおかしくなって何がでした、リラックスルームが28点、うん、キー V が70点、うん、デジタルカメラが65点、理由は2機は何点ですか、2機だっけ、2機って何、あのマスクみたいな、2機、2機、2機、前やつさ中国で流行ってる、あー名前何でしたっけねでニンニキニキニキって入ってきたんだよね小樽さんがもう日焼けが気になるので日焼け止め対策のね、採点した時もありましたね、うん、もうプロレスラーにしか見えないマスクをしてる人が中国の浜には結構いるっていう、うん、はい、怖いですよ ね、目だけ出てる、目と口だけ、あれ強盗にも使えるよね、使えますよね、うん、もう全然自分のお母さん誰かわからない絶対分からない、もう体型だけが頼りです、私は今日赤だからとか言えばもう名札書かないと思ういやそんな人はね、日本では一応見たことないですけどね、うん、はい、以上、ヌンクイ採点のコーナーでした、はい、さあでは1曲をお届けしましょう、何行きましょうか、では秋トーナー海屋からポイントが見えない、逆光かも、はい、じゃあ海映してみます、逆光か、あ、見えます、見えます、あ、座敷わらしってなんか映ったこれあれないね、なんか例えば映したらね、人物とさ、あ、今日会社行くって言ってたのにみたいなまあでもそれ言ったらね、いろんなとこにカメラあるからまあね、これだから 見たまま実況中継して、あ、何々さんとか言ってもね、あ、なんでみたいな、ね、それ怖いよね、まあそんな人はこっちに近づかないのそうです、
か放送してたら通ったんだよ。あ、向こう行った。してた。そうそう、ガスケさん、そう、そんな感じで。携帯が出始めの頃に、なんか電車に乗ってたら、もうすぐ新大阪か大阪駅の時に、あ、うんうん、今東京みたいなこと言ってるし。大阪やしと。じゅんしまうたお送りしています。今日はトロピカルビーチからです。はい。はい、いい天気ですね。ツイキャスの方にはね、今曲の間、海の方を映してましたよ。綺麗でしょう、はい、うん、ね。なんか嘘ついてる人はこっちの前通らないでください。実況中継してしまいますから、ね。そうそうそう。さっき水曜日の朝、うん、10時からの番組カララジ SOS ネットっていう番組があるんですけど、うんうん、それに前出てた龍武くんが前通ってましたね。手振ってくれてました。こういう風に実況中継しちゃいますから、うん、いや、バレたら困る人は通らないようにです。はい、ね、白馬のガースケさん綺麗やねって。海綺麗でしょ、うん、本当に、うん、するでしょう。宜野湾とちゃったんで隣同士だけど全然色違う、はいはい、海の色が違いますね、うん、分かる違い。でもな、あの宜野湾の海はずっと日がない一日見てるんですけど、ちゃったんはその時間しか知らないとか夕方しか知らないとかなんで、あ、時間によっても変わるしね、うんうん、まあそうだね、うん、砂の色とかにもよるんですかね、地形とか。地形だね。あ、美しいです。はい、ドルドルフさん、カララジの、そうそうそう、リュウブくんが歩いてましたよ。こんなに連呼して大丈夫かな。なんかサボり中とかだったらどうしよう。はい、あ、そうそうそう、リュウブくんね、銀のホタヨさんよ、読んだんだけど、あの、行っちゃいました、うん、はい、はい、ではお知らせお願いします。はい、それではお知らせです。 FM 宜野湾よりスペシャルイベントのお知らせです、はい、毎週金曜日朝10時から放送中の、なんていうのこれ、ビューティーの今日はいい日明日はもっといい日、はい、放送100回を記念して公開生放送スペシャルイベントが開催決定です。日時が8月26日土曜日19時スタート、場所の方が、FM 宜野湾の斜め向かいですね、ガレージバー JJ、料金が2500円、ワンドリンク付きでございます。子供料金はありません。このチケットを FM 宜野湾にて、販売開始いたしました、はい、FM 宜野湾に直接買いに来てください。県外の方は取り置きが OK ということでございます、はい、FM 宜野湾電話番号が098-943-0094 098-943-0094、ぜひご家族ご友人お誘い合わせの上お越しください、はい、よろしくお願いします。ぜひおすすめですよ、超楽しいライブになると思います、うん、はい、ではツイキャス、ツイキャスが荒れてきた。ガスケさん、新幹線が沖縄まで伸びてればいいのに、出てればいいのにね、うん、いいっすね、すごい技術ですね、うん、どうする、そんな新幹線めっちゃ速いですよ、沖縄から人いなくなるぞ。逆なるじゃん。ああ、はいはいはい。そうですね。人が入れ替わりそう、ね。入れ替わるね。はいはいはい。そうな、うん。すごいですね。飛行機でもすごいけど。うん。手も遠いですからね。はい。本当に遠いよね。で、なんか白馬のガーテさん、昨日納豆とゴーヤ混ぜて食べたら。うん。
納豆とホーヤーを混ぜた。すごいことになったけど、食べられないことはなかった。食べたくて、生だよね、じゃあホーヤー。あー、それは食べられないんじゃないですか。生は、まあまあ苦いよね。まあまあ苦いですよね、うん、でもあの、フライした、揚げたら納豆と混ぜても美味しいんじゃないかな。それはあるね、火通して、うん、老眼の2人がツイキャスに違う、老眼じゃなくてサングラスしてるからちょっとね、このツイキャスを読むまでに時間がかかるんですけど、自衛隊で飛行機や輸送機やヘリコプターに乗ってたから飛行機嫌いになった。ああもう乗りたくないんですね。飛行機で沖縄に行けるけど嫌、うん、だと、うん、で新幹線だったら行くのにってことですね。じゃあフェリーはフェリー九州でも丸1日かかるでしょ。ですよね、うん、いやでも、うん、別に寝てりゃつくから。まあね、あの枕がいいよね。わかる。じゃあ赤いやつ、なんかあれがデジ上から飛んでる。飛んでる修学旅行。あ、船で修学旅行行ったんですか。そうそう、中学校、どこ行った。長崎。へえ、めっちゃ楽しそうですね、船も。うん、中学。中学。私石川県でした。電車で行きました。あ、まあ、リスク流れたからね。はい、じゃあ、一曲いきます、ね。ツイキャス慣れてきて読めなくなったな。では、カデカロリー嬢さん、こい食い方で、はい、さっきの話だけど、うちの店のところで、はい、今から病院に、終わり次第、まだ早い時間で出社しますって言いながらビール飲んでると家に飲んでビール買ったから神妙な怖いので役者やな朝だよ出社前にお疲れ様でしたってまだ一応やってるんですけど大丈夫、ガラス気をつけてね。なんか視察が来るから、うん、ここの、うん、この時間にやってって言われたんですけど、うん、来ましたそんなの来てなくないですか。なんかミシュランのあれみたいな一般人に扮して採点するみたいな。え、ギャルに扮してる。そこまでしなくミシュランとかそうって言うでしょ審査員って分からないでしょ審査員って分かったら抜き打ちってこと、うん、はいはいはいどんなんの視察よ。カデカル臨床さんの食い方でお届けしております、はい、ちょっとね終わりそうなので一つあのお知らせです。宜野湾区大綱引き7月30日ありますよ、うんうん、大山区も同じ日にあるそうです。あ、そうなの。はい、宜野湾の方は5年に1回なんですけど大山は毎年やってるそうでね、行きますか。行きます。なんか見たことないんで、うん、今年はちょっと初めて行きたいなと思います。はい、はい、皆さんもぜひあのこちらは沖縄国際大学の野球場でありますよ。6時半からです。はい、はい、宜野湾の特徴があるんだよね。なんかね、特徴棒刺した、はいはい、刺した瞬間に始まる。へえ、あの、エイジはないって。あ、そう、あ、なんか、あ、下ろしてって下についたら始めるとか言ってました。本当、棒刺したらとかこれなんか、認識が違ったら諸説ありって聞けばはい、はい、ありますよ。楽しみですね、はい。はい、それではちょっと時間がはっきりわからないのでそろそろ締めたいと思います。
ね、今日も皆さん、ツイキャスの皆さんも参加ありがとうございました。はい。それでは、あの、来週はね、普通にスタジオからやるかと思いますけど、うん、今日楽しかったですね、なんかまた違う感じでね。いいね、たまには。はい、たまにはやりたいですね。うん、はい、それではありがとうございました。お相手は FM 沖縄ゆきと、キッチャー長澤おしろゆきのりでした。チューンしまうた。あちゃんしまうた。バイバーイ。さよなら。ガラス185個数えたの？